こんにちは、東北キリタンです。ゆずきゆかりです。テレポートが歩くより遅いだけの平凡なログライクゲームへようこそいらっしゃいました。目標は10段前まで最終章クリア、エンディングまではまだまだです。早く始めましょう。早いクリアのためには金が貯まるたびによく店に寄った方がいいよ。ヤフリが強なものを売っています。 0.2% 増加だなんて、いくら序盤だと低すぎるんじゃないですか。そんな確率と戦って勝つのも成功のための過程なんだよ。はは、まあ全てをダイスガットに任せれば怖いものはないでしょう。祝福はダイナマイトに行ってみましょうか。攻撃力は変動がなく、火炎魔法使いはすでに範囲攻撃を持っているから特に相性がいい祝福ではないね。あは、今さえも運で衰えていますが。まあそんなに悪いことではないよ。適切な状況では十分に。あ、次のステージに移るには最大限多くの祝福を持っていくのがいいよ。まあそうだけど、祝福のホールがいつ出るかもランダムじゃないですか。混濁するに必要な銀鍵も消耗品ですし。でもステージごとに平均5つくらいは難しくないように確保できる。また銀鍵は確率がかなり高くて、むしろ銅鍵よりありふれた方だよ。え、それでもいいのですか。まあ基本ステップだけでクリアは確かに難しいから。そして今いた祝福もそれなりに強い方だね。いい祝福の基準なら、まずコンセプトに食われた制約プレ専用ではなく、体力ダメージ範囲はゲームシステム上最も重要な3つなんだよ。特に体力、絶対に体力。プレイヤーは一人だから防御したり避けなければならないのに、敵側はプレイヤーを殺すだけでいいからですか。確かにいろいろ不利ですね。まあシングルプレイヤーゲームならほぼそうだけどね。これからは一般的な敵も強くなるだろうから、まずボスを壊します。簡単ですね。ああ、前に死んだところがここでしたよね。今回は果たしてうまく終えられる。え、急にどこに行かれた。お、新しい敵です。スケルトンはまず、初めての攻撃は無条件防御するので、数が多いほどもっと強くなる。ややこしいでしょうね。また攻撃速度もグールより速い方だよ。敵の水中が大きく上がりますね。まだはステッドが低い、耐えられますが、何か後が心配ですが。その時だけでなく今も気をつけなければならない。この下水道通路の中には、中には、あそこだ。何だ。赤魔都市と魔都市の一番の差は体力か。遠距離モンスターであるにも、同じ地域から登場するブルーグールやブラッドスラインよりも高い HP を持っており、魔都市たち特有に高いダメージのため、狭いところで帰ったら気難しいモンスターだ。前には広いところでも負けたんじゃないの。また、周りに誰もいない場合が一番喧嘩しやすいが、なぜか周りに他の敵がたくさん集まる方なので、離れて一人で戦う時が何気にない。今のようにね。あ、ちょっといつからそこにいた。でも確実様だ。答えは反応そういえば、なぜ地下監獄と下水道がつながっているのでしょうか。そうだね。下水道にあんな電動の小切りまで立てておくのか。確かにこの王国も平凡なところではないですね。ああしたらあいつらにも危ないんじゃないですか。だからか十分に危険だよ。さあさあ進めましょう。こうやって集めていたらいつか、遅く出発したにも傷一つなく先について悠々に待っていたの。うん、ファンタジーの商人なら武力とテレポートくらいは必須だよ。はは、どこかスーパー殺商人養成所でもあるのでしょうか。商人ギルドが東インド会社だったのだ。うん、ここには箱しかないですね。ミミックだったのか。これも典型的な敵だね。箱のように見えても別に保証はないんですか。まあ装備とかがあるゲームじゃないから、もらっても消耗品くらいだけどね。単純でいいにはいいですけど。2ステージからこうやってトラップで埋まって、ボス戦です。中武装騎士とはスライム王と差がとても広がりますが、これからが始まりだ。黒騎士団長の最大の特徴は攻撃を叩かれない。一番格差が広がるときはボス戦だよ。パターンは一つしかないけど、それだけ防御力は確かだ。面同士協力度が国別固い水準だけど、騎士団長の防御は両側面と後方には適用されない。攻撃速度が遅いから隙を狙って早く基地の後ろに上がればいいんだよ。あ、だから役に立つのは盾だけで鎧などは飾りなんですね。そうだ、また序盤だから特徴はこれくらいだよ。ハーフしてからは以前のボスのように簡単だ。ただ攻撃していない状態では首を回す程度はできるから、急いで飛びついてはいけない。いや、範囲も不必要に広いようですが。ああ、もう王宮まで残りわずかですね。思ったよりそんなに難しいゲームではないようですが。前までは序盤だったからね。これからは違うよ。あまりに誇張しすぎじゃないですか。前から難しいと、今回は本当だと、今危険だと言っていたものが全部大したことなかったぞ。壁を無視して横から攻撃するのか。あの攻撃、射程制限はあるのでしょうね。代わりに HP が低いとかい。珍しくてよく見なくてもいいと。バランスのために残しておいたのがたった一つでもありますか。あなたから動かない。どうせ動く必要もないじゃないですか。そうだ。そう、もう一度行きます。たとえまだ打破する道はなさそうですが、結局これもログライクゲームじゃないですか。こうやってやってみるといつかは勝つでしょう。そしてログライクゲームなので、また最初からやり直さないと。ああ、チェックポイントとかはないんですか。ステージ果てに帰還できる魂キャンドルがある。ボスを始末してからその場で復活することになるよ。おお、それでもちろん広告を見た後ね。
さあ今回はしっかりやってみましょう。あの花々がいくら強くても結局こんなに狭いところでは先に殴った。あいつらを3ステージに入れようという考えは一体誰のアイディアだったのでしょうか。それでも他のモンスターたちは大したことない。以前の敵が出たりもして新たに追加されたりするのは2種類だけだよ。それがもっと問題があるんじゃないですか。残りは全部適当に歩いてくるのになぜ一人はヘリコプターを飛ばすのですか。あの召喚石像が花をもっと作る前に早く処理しなければなりません。一体終わりがないですね。石像は壊しました。残った花も一つしかないので今回の回は超えられますね。はあ、このままこのままボスまで行くには HP が少し低いけど、行く途中に商人も会えるのでとりあえず進めましょう。あ、ダラップですね。花だけあっても十分大変なのに。それでも今回は一つしかないし、あそこに…あれ？死んだね、死んだな。はあ、次はもっと準備をしっかりしてこないといけませんね。一体要求には何があるの？うん、いよいよ枚数がその恩寵を受けるの。さあ、帰りましょう。あの黒いのは何ですか？今回のステージから登場するトラップだよ。周り1マスの距離まで近づけば自爆して攻撃する。他の敵にも被害を与えますね。それでもダメージが高い方ではないので、後半に行くけど利用するのは難しくなる。そうなんですか。今もあいつら必要以上に丈夫なようですが。おお、ダイナマイトが思ったより役に立ちますね。確かに貫通攻撃が有用だね。おめでとうキリタン、アイテムをかけてついにクリアできちゃった。はは、結局成功は馬のかな。氷板と矢ですか。それでも早く花だけ処理。 A few moments later。 これまで個体化した水でこんなに嫌いになるとは思いませんでした。他のトラップや花のせいでもっとそうなのかな。一体下水道にこんなに。さあ、なんとか通りました。早い。簡単ではなかったですね。もうボスまで相手する番なのに花々が HP を全部持っていきました。ゴルゴンはいろんな意味で特別な中間ボスだよ。基本ルートのボスなんて王宮に行く前にみんなが通る関門であるだけでなく、以前の全ての敵と違って攻撃がいくつだ。今まで全部ワンパターンだった。ちょっと全パターンはまず範囲の広い一般攻撃、射程距離感に合わせてから後ろに向けるには早く行動しなければならない。そして初心者にとって最も危険なパターンとしては、何がある。条件を満たさなければ距離に関係なく避けられ。さっき花から急にみんな一体どうしたんで。ゴルゴンの石攻撃は HP が低い時に強敵だが、避ける方法は思ったより簡単だよ。ただゴルゴンがいる方向を見なければいいんだ。このパターンの次はボスがスタンされるから、簡単に高い被害を与えることができる。ふむ、まあメルーサは有名だから知るのに長くはかからないだろうが、ゲームにこんなギミックが出るのは今回が初めてなので、何の情報もなしに喧嘩したら少し上がってるんじゃないでしょうか。 HP も以前のボスよりずっと高いのでプレイ方式も少し慎重に変わるから、3ステージから急にコントロールも重要になる。確かに初段と差が大きいよね。ここでこうやって変わるまで1ステージ四国からなかったことが驚きです。まあ破砕法も知ったからどうにか。なんでゲームのルールを無視する敵を相手には果たしてどうすればいいのですか。基本ステッドを上げてみるのはどうだろうか。ストーンを少し集めはしたんですが、あ、ふん。ところが口を開けるのを見るとあそこまでが顔だろうに。それでは下にあるのは爬虫類に、それがなぜ必要なのでしょうか。今度の動画はここまでです。はあ、今度はいろいろ大変でした。一体次は何が出るのか気になりますね。もちろんまずゴルゴンから乗り越えないと。次回は必ず処置します。パターンは全部覚えたじゃないですか。バイツリを越えて立てるフラッグなのか、すごいな。さあ、では次の動画でお会いしましょう。皆さん、ご視聴ありがとうございました。